はい、どうも、私がターガです。今回はマーダーミステリー J 殺人犯はそばにいる、やっていきたいと思います。人狼ジャッジメントを作っているソライロさんが新しく出したゲームになっておりますね。僕、マーダーミステリー自体全くやったことがなくて、見たこともほぼないので、もう完全に初見、マーダーミステリー自体初見ですし、このゲーム自体も初見となっておりますね。ちなみに、ライフはね、99までしっかり貯めておきました。それじゃあ早速やっていきます。基準がね、よくわかんない。これが、なんやろ。人狼ジャッジメントに言う、旧スタみたいになってんのかな？貴族3、客人1、記者1、殺人犯1、共犯者1、愉快犯1。さあ、入りました。ショーンを使っていきます、僕は。ちょっと初めてすぎて何のこっちゃわかってないんで、早入んの。あのね、今何回かやったんですけども、一瞬で生まれすぎて全然できないです。本当の姿来ました。役職。役職のルールさえ分かれば。このゲームは、主人を殺した犯人を探す一族陣営と客人の中に紛れて主人の一族全員を殺害する、全員の殺害を目論む殺人犯陣営に分けて対戦する推理サスペンスゲームです。最初にそれぞれのプレイヤーの本当の姿をお教えします。自分の本当の姿を確認してください。本当の姿は誰にも教えないようにお願いいたします。まずい。初心者、準初心者の屋敷。そんなに区切られてんの？屋敷の設定が。記者。むずそう。生存8に夜の行動何をするんですか僕。とりあえず家にこもっておきたいな。あなたは殺人犯ではありません。これから殺人事件が起こります。怖っ。殺人犯は必ず凶器を自身の部屋に持ち帰ります。しかし日が経つにつれ凶器は別の部屋に隠されていきます。え？まずは自身の部屋にあるアイテムを確認してみま しましょう。はい。ノーアイテム。あなたの部屋には何もありませんでした。何それ。しょぼーれ。メモできるんですね、推理メモ。ルール。一族、客人、記者。これ記者って結構大事なんじゃないの？ああ、始まっちゃった。殺人犯が殺しました。怖っ。やめて。殺さんといて。あ、でも最初に死ぬのはモブ G か。これはもういつもの感じですね。安心感があるね。モブ G が死ぬことによってこう始まっていくっていう安心感。これは大事にしていきたいですよね。メンバーは人狼ジャッジメントの時と一緒なんかな？割と。明け方この屋敷の主人が無残な姿で発見されました。死体の横にはこれは始まりだ。罪深き一族の者よ。必ず全員殺害すると書かれた殺害予告する置き手紙がありました。何の恨みかわかりませんが、犯人はこの屋敷の主人と一族に対して強い恨みを持つ者のようです。この屋敷の客人同士で話し合い、屋敷の主人を殺害した殺人犯とその凶器を解明してください。また客人に紛れ込んで殺人犯の方は、正体や凶器がバレないように注意し、主人の一族の全員を殺害してください。怖っ。実は私、犯人を知っております。犯人ここに巻き込さん巻き込んでおいでです。なんで知ってんの？どの方かはわからない。犯人の気持ちがよくわかる。ん？屋敷の主人は闇の組織と繋がり、悪い奴やったということでね。なんとかかんとか。ちょっと、読めへんな字多すぎて。犯人のお味方だけするものもどうかと思いました。そこで皆さん、これから皆様とゲームをしたく思っております。なんでゲームすんねん、こんな状況で。この屋敷の客人同士で話し合い、屋敷の主人を殺害した殺人犯とその凶器を解明してください。もし主人を殺した殺人犯と、殺害に使われた凶器をお客様の中で解明された方がおられたならば、夕方に告発の時間を設けますので、その際に私に告発くださいませ。できひん、そんな。正解の場合はご褒美といたしまして、こちらの拳銃で主人を殺した犯人を処罰させていただきます。そして全てのお客様をクルーザーにて最寄りの港までお送りしましょう。ただし、もし殺人犯と凶器のお間違いの場合は、罰としてその方を追放させていただきます。怖っ。それから殺人犯の方にもお伝えしておきます。殺人犯の方は正気や狂気がバレないように注意し、主人の一族を全員殺害してください。怖いことばっかり言うな、こいつ。もし一族すべての殺害を達成した場合は、ご褒美といたしまして、こちらのクルーザーにてご逃亡のお手伝い。なんなん、この GM。その場合、残りのお客様はこのことに置き去りとさせていただきます。制限時間は8日後の夕刻。最後の告発でお客様たちが、殺人犯と狂気を解明できない場合は、殺人犯の勝利とさせていただきますので、ご覧ください。読むのしんど。殺人犯はあなたのそばにおられます。なんでそんなこと言うの、急に。始まった急に。おはよう言うとこ。アイテム言い合いましょうかって何？何もないよ俺。ナイス。記者さんは後で。生産狩り怖っ。ちょっとチェック入れとこう。レンチ。ちょ。生産狩り。怖っ。何その三つ怖いな。四つのはず。いやー怖いなー。三つあった。黙ってる人がいるってことね。なんか臭い発言してるみたいやな。共有部屋の可能性もあるんじゃない？漢字読めないやつ。エマ、メアリ、マリア、白くね。白くはない。白くはないのか？ちょっとわかんないですね。初日は犯人の手元でしょ。はあ、先に行った人犯人の確率低いのかな。人狼でも言い場あるし、何とも言えん。狂気、白人街のところある可能性あるし。なるほどね。エマ・マリアと誰だ？誰やっけ？メアリーじゃなかった？メアリーですね。初日これは人街が犯人なら知らせるために語ってる可能性ある。なるほどね。10日みたいなやつ。どういうこと？10日って。灯台。エマ・マリア、メアリーは
で、あとの一人が嘘ついて、そいつが犯人よ。マリアヌの誘導がやや気になるが、まあいいや。カミングアウト。ああ。カミングアウト、カミングアウト。僕、マリアヌも処刑してもいいかな。人狼やったら僕、マリアヌ処刑してるんですけど。まあ、出たくなかったっすね。なんか自分が白欲しいアピールがすごいなっていう感じ。自分白で見てねアピールっていうのかな。そこが気になるんで、ややマリアを疑ってる。あと出るべきなのかどうかは僕わかんないんで、出されたのも気になる。俺、これ次何したらいいの他の部屋に侵入、その部屋のアイテム。もしスタジオなどで遭遇すれば殺害。マリア、侵入できる利点を生かし、多くの部屋に侵入することで、アイテムを一犯人の足で掴むこと。殺人犯に解明するための不可欠な役職である。自ら殺人犯を告発していくすれば、ミッションポイントを手に入れることができる。まあ、ミッションポイントは今どうでもいいや。とりあえず、部屋、人の部屋を行ってみるっていうのもありかもしれないですね。はい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 。ゾーン？じゃあ、リリックと誰にしようかな。お、なしでいいの？そう、確かに。今までやってきた部屋すべてゾーンしてきたよ。鉢合わせしたらいけないってことよね。いや、一番これ、一番最初から占い師みたいなポジションじゃないの、人狼で言う。来ちゃって。死んじまうよ、俺。客人って何なの？一回だけ人の部屋に行けるみたいなやつかな。凶器が灯台で隠してるパターンか、行って人の中にいるパティーンか。なんでそれ最後パティーンにしたん？そこちょっと気になるな。行った人にいるパターンはなくね、市民が凶器語る必要ある。ゾーンなしでやってみる？逆にここは行かねえってとこ出しとけよ。行かないとこ言った方がいいの？マリの発言はかなり黒い。確かに。黒いっていうよりね、なんかそこまで目立ちすぎるんかなっていう気はするんですよ、その殺人犯がね。だからまあ、相方っていうか、その、狂人みたいな、何やったっけ？共犯者か。まあ好きなように動いて結果を、損しない部屋と。はあ、まあやっぱり定まってないですね、まだ初期。本当の初期中の初期なんで、進行論を固めておかないとこのままやと、ふわふわした状態で負けてしまう気がするから、進行論は固めたい。延長は欲しいよ。ゾーンだせいいうやつと、遭遇率が上がるからやめろも理解できるから、ここは絶対行かないってとこ出すのが割と全視点飲めるゾーンになるくね。絶対に行かない？アンナかな。アンナの部屋には僕は行かないよ、今日は。疑ってないし。ファッション的に言ってあれかもしれんけど、白いと思ってるから。マリアは一部告発で通報することでできるよね、マリア黒川なら。一部告発？何言うてんの？犯人の部屋に行っても犯人が動いてて空室の記者は死なないし、遭遇確率上げるためだけなので、マリアは共犯あたりの白人街か村だと思うわ。村の可能性あんのかな？俺マリアのもうほぼ人街やと思ってるんですけど。記者がエマの部屋行くとして、その部屋にエマ市民だとして、エマ記者いたら、記者がエマの部屋に行くとして、その部屋にエマ市民だとして、エマ記者いたらどっち死ぬの？どういうこと？何を難しいこと急に言い出した？記者がエマの部屋に行く。で、エマが市民。で、そこに鉢合わせたら二人とも死ぬ。死体は1以上出ない。へぇクソみたいな発言しかしないよ。まあ、でも占い師一角って、みたいなもんってことでしょ？することないよね、俺は。もう見守って誰が怪しいのかとか、部屋を歩き回って、証拠をとりあえず集める？犯人を見つけるための。それしかすることない。襲撃なしの時もある。へぇ、それもあんねや。ちょっと空いてる時間に、ポン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 見ましょう。屋敷の主人とその一族を強く恨む仮面の怪人、主人を殺したの凶器となったアイテムを主人の部屋に持ち帰る。初日のアイテムの部屋は全て知っている。二日目以降は深夜に訪れた部屋のアイテムと自身の部屋のアイテムをすり替える。訪れた部屋で遭遇した人を一人だけ殺害する。殺害された人物の部屋は立ち入り禁止となる。また自身の部屋に溜まった場合も侵入者を一人殺害する。凶器のすり替えはできない。殺人、被害者は部屋に戻さない部屋は立ち入り禁止。もう難しいな。何を言ってんのか分からへんぞ。ねえ、10秒前。握りでも告発当てれば勝てるから焦らなくていい。あ、一部解剖ってやつな。告発自体が俺ないんだけど。もし殺人犯と主人を殺した凶器が解明したら、下部の真相解明ボタンを押して告発してください。殺人犯は分からなくても他の犯罪者が分かった場合は、一部解明を
押して告発してください。他の犯罪者は名前だけで結構です。正解するとその犯罪者を追放できます。ただし間違った解明の場合はあなたは追放されてしまいますので、解明は慎重にお願いします。1日に複数人解明はできます。はあ、難しいこと言うな。一部解明のペナルティってない、真相解明と同じなんか。犯人やってる時凶器と犯人の通説を揃わないとだ。難しいこと言ってるな。なんかわかんないですけど告発しません。まあ何もわからんし、言ってても言うても何もわからないんで、まあ待機ですよ。誰も告発しませんでした。これで俺が告発してましたやったらめちゃめちゃアホやんな。めっちゃと怒られてたやろな。誰かの部屋に行けって言われてるんで、僕は鉢合わせないように頑張りますが、誰の部屋がいいんかな。白っぽい人とかの部屋の方がいいんかな。ロディあたり行っとくか。なかったようですね。それでは殺人犯を見つけ出すヒント、殺人犯を選択して殺人犯の能力、はい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 、お嫁やってる時次の話することが分かりない。殺人犯報道では、殺人犯は訪れた部屋のアイテムと自身の部屋のアイテムを必ず入れ替えるということ、他の人よりも後にルールかしっかりと探してください。殺人犯はあなたのそばにおられます。そのアピールなんなん。おはよう、おはよう、おはよう。これ最速おはよう、おはよう難しいな。んー、東大、老大見つかっ、もう一つ、レンチ、生産狩り、ロープですね。ロディの部屋は何もなかった。ですよ。見つかってないです。僕は何にも分かんなかった。もう一つ、決まってんねや、狂気って。ロディ、の部屋は何もなかった。私違う部屋で生産狩り見つけたんだけど、動いたん？どこ？どこどこどこ？生産狩り、メアリーの部屋で、エマじゃなくメアリーの部屋で生産狩りを見つけた。となると、どういうことなんだ？全然わからへん。全然何を言ってるのかわからへん。すり替えたとか言うんですよね。どっちか嘘ついてるってことになるけど、すり替えられてないんやろ？エマは昨日も今日も生産狩りそのまま。記者じゃないなら移動したことすかすのはダメよ。いいじゃん別にそんな。情報が増えたんやから別に良くないか。あなた来られたら死ぬだけやん。え、どういうこと？メアリー、エマ、アンナの誰かが嘘をついてるってことでしょ？僕はアンナがシンプルに嘘ついてるように感じない。ん？難しいね。難しいな。推理がはかどらない。メアリーは今日ロープ持ってる？僕はアンナのことを一番信頼してるので、疑わないよ。エマのコメントに反応しちゃったわ。ロープと生産狩り移動したんだよ。アンナとメアリーは同時園じゃねえのこれ。混乱混乱やわ。シンプル、整理してちょっとエリック頼むわ。エマ何持ってる？メアリー今日ロープと入れ替わったんだよね。メアリーは部屋移動せずに。入れ替わってる君の名はみたいになんねんけど。共犯者にすり替えもないんでしょ？今アンナは生産狩り、メアリーはロープ？ここがね、食い違ってるんですよ。アンナはメアリーの部屋で生産狩りを見た。エマは自分の部屋で生産狩りを見た。生産狩りが2つあることはないんよな。さすがに。わけわからん。初日ロープ2日目は生産狩り。生産狩りになってる、いつの間にか。メアリーが持ってるのいつの間にか生産狩りになってる。でもエマが嘘ついたとしても殺人とは限らないよな。まあ、それはそうですね。アンナはメアリーの部屋で生産狩りを見たんだよね。メアリーが生産狩り持ってないとおかしくないか。メアリー今持ってんでしょ？全然喋れへんわ、俺。もう見てるだけで推理に没頭しちゃう。じゃあエマでいいじゃん。とりあえずエマ釣ろうぜ。処刑よ。エマとメアリーが生産狩り持ってると主張している。単純にメアリーとアンナの LINE。言ってること違うの、俺。武器ちゃうわ。狂気の移動がよくわかってない。アンナ目線、メアリーもエマも人外になるってことだな。いや、違うんじゃない？エマが人外じゃない？エマが人外なんじゃない？延長しないかな？それより。俺めちゃくちゃ分かってへんねんけど。まあ、エマかメアリーのどっちかが嘘ついてる。アンナとメアリーに単純なラインがある。ここはまあ、はっきりしてさせておきましょう。で、メアリーと私どっちかが部屋行って入れ替えしないとなくない？そう、だからエマとメアリーが今疑われてる。どっちが人外なのかということを疑いやってる状況ですよね。エマは違うこと言ってるけど犯人かは断定できない。まあ、それはそうでしょう。
どういうことや。アンナがミアリーの生産カリを見れる。なんでミアリーがアンナの、なんでアンナがミアリーの生産カリを見れるの。順番が逆ってことですか。エマが生産カリ持っているというから違うってこと。エマを一部しろ。一部って何一部って何よ。アンナメアリーのロープ見てないとおかしくね。メアリーのロープどこ行ったんそもそも。ちょっとメモメモ。ロディの部屋何もなかったん。何やこのメモ。共犯に武器をすり替えられてる。ロープと生産カリを共犯にすり替えられてる？どういうことなんだ混乱に次ぐ混乱です、私の頭の中は今。初日私はロープで、今は狩り。私がアンナを一部するよ。そうはさせない。私がエマを一部する。一部するって何なん？そもそも。一部するがよくわかんない。ちょっと待って、ルール、一部って何なん？混乱してますよ。メアリーは昨日部屋にいたの。共犯が武器移動してるからアンナの言ってることは私目線真実。メアリーとアンナ同時にでも両方人がなさそうやけど。部屋移動したかを聞くのはあかんて。マイクの可能性あるからなんとも。マイクだろ。エマを追放すんの？何をしたいの？何をすんの？いいの？混乱、もうほんま混乱。何をしたらいいの？僕は。メアリー目線何かすり替えられた。エマがアンナに一部かかわずでいいんじゃない？エマがアンナに一部すんの？一部？エマが一部できるならアンナ一番していいよ。何言うてんの？一番とか一部とか。私はエマが共犯もあり得ると思うから、狂気の情報落ちるまでは待機。あ、エマが犯人か。できないなら明日すんの？俺がエマに一部すんの？え、アンナが殺人犯やったら、エマが死んじゃうの？何を言うてんの？ごめん、混乱。ごめんなさい、本当に混乱ですわ、これ。私が死んだらアンナ黒。そういうこと。いや、アンナが白やったら、エマが死ぬやん。え？もう混乱、混乱。待って待って待って。どういうこと、どういうこと。どういうこと。どういうこと。俺もハテナ。俺もハテナやんけど。アンナ、え？一部告発が間違ってたらどうなるんですか？わかんない。狂人という響きがしっくりくる。なんでしっくりきてんねん。今はアンナ一部って方針でまとまった感じ。もう告発しひんかてんな。了解です。了解。はい、告発しない。告発は僕しないですよ。いや、告発しないけど、エマ死んだ。どういうこと？もうわかれん。エマ死んだで。エマ死んだ急に。エマが死んだらアンナが犯人なの？アンナがただの市民やった可能性はないの？何をしたらいいのかがわからないんで、メアリーの部屋に行きます。なんかアンナが死ん、噛まれたらエマが城で、アンナが人狼じゃないわ。殺人犯みたいな、なんかもう混乱してるんですけど、アンナが待機してる可能性があるから僕アンナの部屋に行きたくない。まあ、行って僕が死ぬっていうのも、ありちゃありなのかもしれないが、で、アンナとメアリーがやや繋がってる感じがあるから、調べるとするならメアリー。かなっていう気はする。ただ混乱してて俺にはよくわからない。死にたくないけど、まあ、死んだら、その時はその時でしょ。むしろ死にたい。怖いわ、これ。ノーアイテムやって、メアリーの部屋に。なんでメアリーの部屋何もなくなったん、急に。メアリー、どうなった？マリアンヌ。なんで？混乱しすぎて何したらいいかわからへんけど、鉢合わせたくなかったらとりあえずメアリーの部屋に行きましたっていう言い訳をする。もし文句言われたら。まあ、いいでしょう。おはよう。カミングアウト。何を聞かされんの俺は。昨日エマに一部した。なんで？なんで？なんで？エマ、記者間違いない。いや、俺やで、記者は。記者、俺。アーナ、クロ、メアリー、どっちかやろ。エマが心配なのは私目線好きだから。私の部屋に来たわ。これ言ってもいい？何を？あ、ロープ回ってきたの、アーナの部屋に。アーナの部屋行っても何もなかった。アーナ犯人で間違いないと思うけど、狂気がわからん。うん、わからへん。何を言うてんのか。なんでメアリーの部屋何もなくなっちゃったの？私の部屋にロープがあったんだよ。怖い。
ない、ある、何を言い合ってんの。ない、ある、ない、あるって言い合ってるのもしゃあないでしょ、これに関しては。ない、あるじゃないよ。その分からへんにやから。本人たちしか。凶器に関して俺はポンコツすぎて何も見つけてないんです。犯人の足取りすら全くつかめない記者です、私。ただどうすりゃいいんかな。エマ、白人がロープがあるんだわ。メアリーの部屋に何もないんだわ。でも、私の部屋に部屋に何一人で何を喋ってんのこれ。私の部屋に部屋にって自分で答えて自問自答や。急に自問自答始めな。エリック白人街であんな黒とかある？何それ？もう混乱。それに関して混乱。対立、意見の対立による対決。メアリーがなんでエマに対していきなり一部解明したのかがわかんないんですけど。メアリーの部屋に何もなかったよ。わかんないっす。考えても考えても積む。仮にメアリー一族だとしてエマを一部した意味がわからないんだけど。そうなんですよね。僕が何出てきても無視されたんで。アンナはなぜ嘘をついている？私目線人外つけたから言わなかったのは謝る。おかしくないか？あの夜のターンに言えないなんてことあんのか？むしろ。僕が十分時間を稼いでたにもかかわらず。ちょっと待って、俺遡る。酔いって言うてる暇があるんやったら言えたんじゃないか？私が告発しますって。またこれ、俺最後に全責任を負わされるパターンじゃないの？何のこっちゃついていけない。一回完成してからやればよかった。エマ白人街だからアンナに一部できてない。メアリーとエマ、メアリーアンナがかばいやってんのが、単純なラインにしか見えないが、俺はアンナを疑いたくないんよな。エリックもエマたちの仲間なんじゃないの？ロディ犯人がかかって、ロディの部屋何もなかったんやって。どこから？あなたの風はどこから？これなんか真ん中の部屋見に行くとかもありなんかもな、ワンちゃん。そもそもロディは私人外で見てる？僕はアンナとメアリーが人外に本当に見えないんですよ。僕は見てない。ただロディが白だったので昨日の結果的に白っていうか何もなかったので。ちょっと考えますが意味がわからなくなってきた。わけがわからない、正直。感染者3人もいる。感染しやんといてくれ。これ時間わかりにくいですね、残り時間。これ砂時計やとちょっとわかりにくくて。嫌やな。共犯村犯人だっけ。白人会村黒。うん。つまりロディとメアリーって白なんじゃないの。俺わからへんねんけど。で、エリックやと思ってるよ。最終人外は。最終人外って何や？エリックじゃないの？人を殺せてる状況。鉢合わせる。同時に動いてるから。いや、同時に動いてないよな。順番に動いてる。待って。わからへん。とりあえずもう僕はエリックでほぼ固まってるんですが、頭の中は。なんでロディなんやろ？メアリーアンナ？やべ。わからへん。なんで？なんでロディ濃厚とかメアリーアンナ？メアリーの部屋、メアリーとアンナの部屋に何もないって時点で俺がロディだろ。推理が僕は思考が停止しているので何のこっちゃわかんないっす。一人一回か告発。ロディはあんの打てるのね。何これ。マップちょっと見よう。めっちゃ偏ってるやん、右側になんか。なんかロディ怪しいな。こう見るとロディが怪しくなってくるな。何ロディとエリックとあんのは使いないよ。あとショーも。エリックはなさそうだから。俺エリックやと思ってんねんけど。もう告発していって、賭けに出る日なんじゃないのですか今日は。違うのかな。俺死ぬの？てか俺死なないよ。俺死なないよって何や。俺は死なねえな。真ん中の部屋に逃げるぜ、そういう時は。じゃあ、アンナがやれるもんならやってみろって感じ。同時に複数できる。そんなからランダムってこと？早いもん勝ちなのかな？よくわかんない。早いもん勝ちシステムじゃないんかもしれへん。ランダムシステムかもしれへん。もしかしたら。何もしなくていいかな、僕っていうか。エマは一部使いたくても使えなくて、メアリーがエマに一部使って処刑した。俺が結局いつもの
何年かないよって最終決断しなきゃいけない状況なの。それきついな。それ嫌だな。僕エリックやと思うんですけどな。エリックじゃないのか？把握っていうとことりあえず。一部じゃないんじゃない？正直そういったとしてもアンナが黒なのか主人公なのか俺目線わからないからあんまり進まないけど。正直それだとしても狂気わからんのは本当にポンコツなせいです。ごめんなさい。アンナが黒なのか白人間なのか俺目線わからないけどからあんまり進まないけど、一部したら次告発できないの。そうなんや。ロリーが使うんや。あかん、もう混乱してきた。やばいやばいやばい。もう何を言うてんのか、全員が何を喋ってんのかすらわからへん。狂気すら特定できひんし。ロリーとアンナが二人とも使えばアンナに一部。僕アンナ市民っていうかね、白いと思ってるんですよね。犯人やとあんま思ってない。アンナに一部させてればいいと思う。誰に？混乱。どういうことか聞かないと分かんないな。ロディ犯人ならアンナ死ぬだけやん。そうなんよね。そうなんよね。そうそう、犯人に会いに行った。俺、エリック死ぬの理由がいまいち分かんないんだけど。あかん。30秒しかない。マジで分からへん、でも。なんのこっちゃ。全くもって見当もつかないです、今。もうちょいちょっと修行して、出直していきたい。共犯者じゃないわ。できひん。とりあえず告発しないでいきます。わかんないっす。告発できないんですね。共犯者だの、殺人犯だの、誘拐犯だのはね。なので、そこを判断基準にして選んでいくということなのかなと思いますが。これはアンナが人外で確定ということでいいんですかね。告発できなかったということで。アンナが人外でいいのかな、トリマって言うていいのかわからへんけど。僕、メアリーは信じてる。わからん。なんのこっちゃわからへんわ。行きます。アンナの部屋行きましょう。わからへんけど。ええわ。アンナの部屋行くわ。まあもうわけはわからへんけどね。とりあえずアンナの部屋行って、まあ、決死の覚悟で勝負します。このタイミング。ただ行く意味があんのかどうかわかんないっす。狂気がね、特定できないとやばいんで、多分アンナの部屋行けっていうことだと思うんですよ。これでアンナがもう2日目からずっと嘘ついてたとかやったらマジで発狂もんですけどね。さあ、行きます。ロープある。これ俺死ぬのでは？あ、ロディ死んだ。なんでロディよ。なんかわからへんけど、成り行きで進んでいってる感は半端じゃない。はい、最速おはようゲットー。アンナの部屋にロープ。かっこつけて言うたけど、混乱してて俺はこれが正しかったんかわからへん。俺エリックやと思ってんねんけどな。昨日アンナに告発一部を使えと言ったにも関わらず行動しなかった。人外と見ていい。そこがそうなんよな、俺的にも。のでしなかったのか、理由がない限りはやっぱアンナが怪しくなっちゃう。今日アンナを告発する。武器の特定ができないんかな。わかんない。これは、エリックか。かっこええな、なんかここに。まあ僕もその二択ですね、今日は。もうメアリーを疑っててもしゃあないかな、っていう感じ。いや、もうこれ二分、ランダムパワープレイですか？いや、違うな。あかん。わからへん。一旦よろしく。俺、告発しひんで言うとくけど、わからへんから。メアリーなんなんその、メアリーなんなんそれ。ええー、いや、俺はしないよ。ビビリアも。30秒前。ゆっくり進める。日にちをゆっくり進めるよ。アンナ死んだ。アンナが追放、つまりどういうことだ？勝ったのか？勝利か？我々の。なんだ？続いているんじゃないのかいこれ。いや。夜が明けた。一族勝利。よっしゃー、何にもしてない。よっしゃー、ナイス。わー、エリックナイス。エリックナイス。エリックナイス。めっちゃエリック疑ってた、俺。アンナとメアリーは白やろとか言うててんけど。よかったー、エリック。ショーンナイス、ショーン何もしない。ショーン何もしないよ。はい、ということでね。混乱に次ぐ混乱でございましたからね。もうちょっとね、僕も勉強して、出直してこよう、来たいなと。ちょっと適当にやっちゃってた感がちょっとね、もう対戦の人たちにも申し訳ないなというのがちょっとあったので、一旦これは、まあまあ買ってよかったなっていうのはあります。村人っていうか、なんていうのか、一族チームが、優秀な人が多かったんで勝てたなという感じはしますね。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また見に来てください。おつだか、バイバーイ。バイ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 。